今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります環境省九州地方環境事務所阿蘇九十国立公園管理事務所にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずお名前と年齢、そしてお住まいの地域教えてください。はい、大津花です。23歳、家は宮地に住んでいます。はい、大津さんご出身はどちらになるんですか？福岡県の福岡市になります。うん、またどうしてこのお仕事にきっかけがあったんですか？そうですね、もともと公園だとか緑に関わる仕事をしたくて、で、探していたところ、あと大学の時にちょっと阿蘇の西原村の方によく来る機会がありまして、で、草原の景色だとか見ていて、阿蘇にで働いてみるのもいいなと思って、それでここに来ました。詳しく言うと、大津さん普段はどんなお仕事をされているんですか？はい、阿蘇地域の国立公園の阿蘇地域の中で巡視をしたりだとか、あとは清掃活動をしたりだとか自然観察会をしたりとかしております。実は私、大津さんと初めましてではなくて、7月28日に阿蘇草原再生シール生産者の会の皆さんのイベントにお邪魔してですね、そこでもいろいろスタッフとしてお客さんをね、おもてなししている姿が印象的でしたけれども、あの時とてもね、大津さん生き生きされてましたね。そうですね、楽しかったですね。いろいろお客さんが来てくださって、で、皆さん楽しんで帰ってもらったので、もう私も楽しくさせてもらいました。このお仕事のどんなところにやりがいを感じていらっしゃいますか？はい、まずもう自然の中で仕事ができてっていうのがもう一番ですね。なんか自分も癒されながら仕事ができているので、とても気持ちがいいです。あとはその公園に来る方と接する機会もたくさんあるので、その時に楽しんで、私も楽しんで仕事ができるようにしています。ではちょっとプライベートなこともお伺いしたいんですが、現在23歳ということで、結婚願望とかはまだ早いですかね？どうでしょう？そうですね、できればいいなと思ってます。どんな人がタイプですか？はい、前向きな人がいいなと思ってます。やっぱポジティブの方が私好きなのと、あといろいろ前に進んでいろんなことをチャレンジしていけるような人がいいなと思ってます。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするなら、やっぱりもちろん、もう阿蘇の自然の中を車で駆け巡ったりですね、時には歩いてみたり、アイスも食べながらできればいいなと思います。ね、もうガイド役はバッチリですね。頑張ります。では最後にですね、あちらのカメラに向かって、職場の PR をお願いします。はい、ここの阿蘇九十国立公園管理事務所では、阿蘇の自然に関わる仕事をしています。自然を守ることだとか、あと来る方が楽しんで阿蘇に楽しんで帰ってもらえるように、日々仕事をしています。はい。はい、大丈夫ですか？はい、はい、大津さんは今年の4月からお勤め、去年の4月から、はい、はい、失礼しました。去年の4月からお勤めという、大津さんをご紹介しました。では最後にあちらのカメラに向かってピースサイン、一緒にお願いします。はい、はい、番組を見て勉強してきたということなので、バッチリ決まると思います。、はい、それではいきますよ。はい、今月のフレッシュマンは、環境省九州地方環境事務所、阿蘇九十国立公園管理事務所の、大丈夫ですか、言えてました？はい、はい、の、大津花さんをご紹介しました。それではいきます。はい、せーの、フレッシュマン、さよなら。